道の駅縁別富士見にやってきました。今朝の7時ちょっと過ぎぐらいかな。雨が降っててとっても寒いです。これから稚内に向けて頑張っていきます。現在地道の駅縁別富士見なのでもうちょっとのところまで来ましたよ。今度上まで、上稚内まで行きたいと思います。今どこ、この辺難しいな、これは縁別富士見の道の駅にやってきました。スタンプ押したいと思います。行きます。じゃん、ももちゃん、エゾモモンガのももちゃん、とんがり感。ただいまとんがり感から日本海側を映しております。道の駅、ただいま瀬潮厳島神社に到着しました。長いね、ここ距離が結構ね、距離あるよね、うん、大雨の中いや今日はね雨で残念だったね、うん、あと1時間半ぐらいでね晴れてくる予定です。本当に晴れるかな。結構ね強いよね、雨もね。狛犬がねここね並んで4体いますね、うん、開けます。開けません。え、嘘、鍵閉めてます。あれ、あ、見た。誰でやろう、こういうの。せーの、瀬潮厳島神社で御朱印をいただきました。よかったね。よかった。はい、厳島神社にやってまいりました。やっと天気が晴れて太陽さんが出てきてます。ラブチ、ハートに見えるでしょ。ハート、こう見える見える見えるでしょ、うんうん、そしてこうやってやるんだ。そんな無茶なこと、厳しいな。瀬潮河川公園のハートスポットだそうですじゃあハートやってみる。はい、ハートになったかな。こんな感じかな。サロベツシッち、ん？サロベツ源泉センターに着きました。失言センター。あ、私なんちと？源泉センター。あ、失言。サロベツ源泉センター。失言。あ、サロベツ失言センターにやってきました。イエーイ。あむ。じゃあ中入ってみようと思います。入荷無料です。何見る？これか。泥炭を採掘する船のような機械、水洗分離機、
サラベツラーメン、うん、あバター入ってるこれ、うん、すごいね。いただきます。バターの味が濃厚で美味しい。うん、濃厚、体が温まるわ。ホタテ食べてみようと思います。ホタテもプリップリ美味しいです。豊富さんの牛乳を使ったアイスクリームいただきます。すごい濃厚で美味しい、コクがある、美味しいですよ。皆さんも食べてみてください。食後のデザート美味しいです。もういいって。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけねー。こんな感じかな。